鷹山渓。罪人を木製の台に横たえ、巨大な押し切り機で胴体を切断する鷹山、もしくは鷹山渓とは、古代から中世において中国で行われていた死刑執行の方法である。文字通り、罪人の胴体を腰の部分で切断することで死に至らしめる。胴体を切断された罪人は即死することはなく、執行後10分から数十分後に出血多量やショック状態で死に至る。その間の苦痛が絶大であるため、特に重罪人に対して執行される処刑法とされた。ちなみに現代中国語の俗語では、漫画やテレビドラマの連載打ち切りを、鷹山と表現する。現代のオフィスで使用される裁断機。これを大型化した器具で罪人の胴を切断する。殷の遺跡からは人身獄として斬首された人骨が出土しているが、その中には胴体を切断されたものも含まれる。これは死刑とは言えないが、特に胴体を切断して死に至らしめる方法が存在したことが伺える。集題には死刑執行法には、車列、殺、斬の3種が存在した。車列は、罪人の四肢に馬車をつないで、急発進させ、体を裂く、八つ裂きの刑であり、殺は斬首、そして斬が、鷹山刑であった。殷代から、春秋戦国時代においては、各国で鷹山が執行され、半彦では、呉の五司書の最後を、手、足、所を意にすと表現している。秦の重臣。昭王は国事犯をかくまった者やその近親者を鷹山に処すと明文化した。蘇韓戦争の折には、項羽を見限った韓信が鷹山にされかけたとの逸話があり、旗においては二世皇帝、胡亥の不興を買った李氏が長江に陥れられ、鷹山で処刑されている。古代から鷹山刑に用いられる刑具は、と呼ばれた。は巨大な斧は、木製の台を刺し、台の上に罪人を腹ばいに横たえ、斧で切断する。これが、前漢の時代に台と刀身がつながった、に進化した。テコの原理が用いられた押し切り機の使用で執行が容易になる上、切断された人体は、刀身で止血される形になるため、罪人の苦痛が一層増すことになる。唐の文宗の時代、835年に発生した、宦官粛清未遂事件。官路の変の折、計画を知った宦官の旧史料は、李智を鷹山で処刑した。さらに、北宋や騎馬民族国家の領においても鷹山が存在し、悪徳役人が処刑されている。明の初代皇帝、朱元璋は、自身を風刺した詩人、黄渓を捕らえて、鷹山に処している。秦の雍正12年、官院の湯弘静が鷹山に処された。この折、彼は、自身の血を浸した指で、無語の字を書き連ねた後、苦悶のうちに絶命したという。後に処刑時の状況を奏上された雍正帝は、鷹山刑を残酷として廃止した。しかし、領地刑のように残酷な処刑法はその後も残り、鷹山自体も死刑の形で密かに執行されていた。1947年、国共内戦下の中国において、革命家の劉禹蘭は、地主階級の逆襲で捕らえられ、押し切り機で胴体を切断されて殺されている。ありがとうございます。